もう映るんだぜ、これラジピーがあるから。でも白色だ、なぜ。あ、地形は。
白で優先のものは3だし、白で遺伝子型本能のものは3つあるけども、そのうちの2つを組み合わせて必ず子供が表現型ランチ、ランチ P になるものは、この組み合わせしかない。そうすると、ここの遺伝子型は、ラージ C の遺伝子が来る、スモール C の遺伝子が来る、ラージ P の遺伝子が来る、スモール P の遺伝子が来る。いわゆるヘテロの個体だということになります。F1 の、あ、じゃないね、白い意味花の1と2、問題には1と2ってありますよ。これ逆でももちろん構いません。こちらが白色バーの系統の1で、こちらの場合が白色バーの2です。これ逆でももちろん構いません。遺伝子はこれとこれが F1 ですよ。これが、ちなみに F1。問題は何を聞いているんでしょう。問題は F2 の表現型の分離表を答えます。で、この
脈としては同じになりますので、記号で書かず言葉で書く夕食バラと白食バラが球体なんです。この16グリッドの中のどこにどの答えが現れてくるのかというのは、この2弟子たちとパターンと全く同じです、それの応用です。最後 F2 の夕食バラの遺伝子型を全て答える、これ以前やった問題と同じですから、省略します。カッコ4番上に書きます。カッコ4番、だから問題は何を聞いてるかというとね、表現型ラージ C ラージ P の答え、夕食バナの遺伝子型を全部答える表現型ラージ C ラージ P、 これこの前、ジュログリッドの行動の時に言ったよね、思い出せる。ラージ C ラージ P は1個体2345678910あるけれども、この9個体の中のホームラインに対して線対称のホームラインに対して線対称の個体はそれぞれ遺伝子型同じだから、いい、大丈夫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 、学園祭疲れですか、今度は大丈夫か、だいぶ遠いところに行ってるぞこいつとこいつ遺伝子型同じ、こいつとこいつ遺伝子型が同じ、これ全部手帳だから遺伝子型同じ、そうすると1個、2個、3個、4個、表現型ラージ C ラージ P の個体の遺伝子型は4種ある。書き出すのは自分でやってみてください。さて、どうでしょう、これできそう、いけそう、大丈夫そう、それでは、それではですよ、残りの時間で13、14、15、各自やってみて